よし。あ、お久しぶりです。あれ、予定より早く来ちゃったんだね。そろそろ駅に迎えに行こうかと思ってたんだけど。はい、すみません。次からは10分前行動にします。うん、その方がいいね。お帰り、アキコ。わあ、お兄ちゃん、よく似合ってますよ。そうかな。しかも私と同じ学校にお兄ちゃんが転校してきてくれるなんて。風呂に入って早めに寝ようか。あ、お風呂。ああ、先に入っていいよ、アキコ。遅い。お兄ちゃん、これは一体どういうことですか。とりあえず服着ない。私がお風呂に入っているのにどうして覗きに来てくれないですか。一緒に入れなかったのは後でこっそりと私を覗きに来るつもりだったからですよね。全然そんなつもりはなかったけど。なぜです。なぜって、そりゃ僕らは実の兄弟。兄弟である以前に男と女です。それではもう一度だけチャンスをあげます。チャンス。アキコはこれからお風呂に入り直してきます。わかりましたね。7137、ひどすぎます。まさか本当に覗きに来てくれないなんて。もうアキコは怒りました。そろそろ機嫌直してよ。だったら誠意を見せてください。誠意って。今夜は私と寝てください。え、でもな、今は僕もお前も16歳だ。同じ布団で寝るような年じゃない。初夜からいきなりお布団じゃなくてお外でするだなんて恥ずかしいですけど、私頑張ります。すぐに暑くなってくるはずです。いやいや、ちょっと待て、何を言ってる。初夜って何のこと。何を勘違いしているのかわからないけど、僕は一人で寝るからね。ひどいです。ここまで期待させておいて。アキコはこんなにドキドキしているのに、心も体もバッチリ準備ができているのに。とにかく僕はもう寝る。僕の部屋で僕一人でだ。はい、お兄ちゃんがどうしても素直になってくれないというなら、草木も寝静まる深夜になるのを待って呼ばよ。